男子スノーボードのスロープスタイル、US オープンに出場中の、日本の角野祐希選手が6日、見事優勝を、果たしました。US オープンは、オリンピックや世界選手権よりも、上位に位置づけられる大会で、ここでの優勝は事実上世界一の栄誉となり、日本人が優勝するのは初とのことです。今大会には、昨年のソチオリンピックの、銅メダリストであるマーク・マクモリス選手も、出場していましたが、そのマクモリス選手を破っての、優勝は非常に価値のあるものと言えるでしょう。これで角野選手は、1月に女子スロープスタイルの、世界選手権で優勝した、鬼塚雅選手と並び、世界のトップライダーであることを、証明しました。角野選手、おめでとうございます。